こんにちは、こじこじです。今回は LinuxOS 初心者さんでも使いやすい Ubuntu って OS があるんですけども、今回はその Ubuntu のライブ USB の作り方から新規インストール方法手順紹介していきます。それでは早速今回使用する OS Ubuntu のイメージをダウンロードします。 Google の検索から jp.ubuntu.com で検索をします。検索しますと、ちょっとね綴り間違えちゃったんですけども、2つ目ですね、 jp.ubuntu.com の Ubuntu を入手するこちらに移動します。移動しますとこのようなサイトが出てくると思います。 Ubuntu はダウンロードから使用共有まで全て無料でご利用いただけますということで、無料の OS となっています。少し下に推奨スペックシステムが載っています。こちらを見てご自身の環境でね使えるかチェックしてください。そしてこちらに今回ダウンロードする Ubuntu デスクトップ 18.04.2LTS ということで、長期保証のねUbuntu となっています。こちらの Ubuntu デスクトップ 19.04 ということでね、最新の Ubuntu となっています。今回はね長期保証されるこちらのねバージョンを使います。こちら2023年4月までの5年間ね無料セキュリティアップデート、メンテナンスアップデートが保証されています。それではダウンロードします。ダウンロードボタンを押すとちょっとね画面変わるんですけども、こういった感じでね Ubuntu の ISO ダウンロードが始まります。容量 1.9GB ということで、ファイルを保存で OK をします。ダウンロードが終わるまでしばらく待ちます。Ubuntu のイメージのダウンロードが終わりましたら、続いてライブ USB を作成するためのソフト、アプリをダウンロードします。今回、Rufus というねソフトを使用します。それでは検索して、そうですね、こちらの一番上のサイトから起動可能な USB ドライブを簡単に作成できますということでね、ちょっとこちらの画面でも Ubuntu の 18.04LTS とね同じねバージョンの Ubuntu を使っているのでね、こちらを使えば最新の LinuxOS のライブ USB を簡単に作ることができます。それでは下の方の項目からダウンロードで最新のアップデート、現在4月29日なんですけども、3月28日に更新されているみたいで、今回はね Rufus の 3.5 をダウンロードします。一番上のね太字のものをダウンロードします。それではダウンロード。 Ubuntu の OS のイメージとライブ USB 作成ソフト Rufus のダウンロードが終わりましたら、ダウンロードした Rufus をダブルクリックします。ダブルクリックしますとこのような画面が表示されると思います。こちらのデバイスにねUSB メモリーとか見えるんですけども、今はね何も表示されていません。しかも Windows が入っているデバイスとかね見えないので、安心して使用することができます。それでは USB メモリーを挿します。ちょっとね画面来ちゃったんですけども、はい、挿した USB メモリーがこのような感じで表示されます。 G ドライブの7.7GB ということで、今回 8GB の USB メモリーを挿しました。で USB メモリーなんですけども、中身の入っているものだと中身のデータがね全て消去されてしまうので、使ってない USB メモリー、もしくは使わない USB メモリーを使用してください。また容量なんですけども、ライブ USB を作成するということで4GB 以上、できればね 8GB 以上の USB メモリーを用意してください。続いてブートの種類なんですけども、このように非ブート用フリードディスクまたは ISO イメージの選択があるんですけども、標準の ISO イメージを選択します。こちらの選択から今回ダウンロードした Ubuntu 18.0402 を選択します。そうしますとブートの種類が Ubuntu の 18.04.2 になります。パーティション構成、ターゲットシステムなどね、他の設定値は変えずに、このままスタートを押すと、ライブ USB の作成が始まります。それではデフォルトの設定値のままスタート。
ダウンロードが必要ですということで、このシスリナックスのバージョンが古いので新しいものをねダウンロードしてくるということで、確かこのシスリナックスがねブートに関するものだったので、はいを押します。選択されたイメージはハイブリッド ISO ですということで、ハイブリッド ISO のイメージ検出ということで、また難しいのがね出てきたんですけども、注意書きを読むと推奨モードでねやってくださいということが書かれているので、推奨モードのまま OK を押します。警告、デバイスのデータは消去されますということでね、間違った USB メモリをね挿してしまった方はここでねキャンセルを押せばギリギリ間に合います。今回はちゃんとね空の USB メモリを用意しているので、そのまま OK を押します。これでねライブ USB が作成されています。はい、 USB メモリ立ち上がってきちゃったんですけども、ちょっと閉じます。ということで状態が準備完了になりまして、ライブ USB の作成が終わりました。時間なんですけども6分31秒ということでね、お使いの環境によってねこの時間ちょっと変化すると思うんですけども、7分ぐらいでね作成することができます。それでは閉じるを押してライブ USB の作成を終了します。それでは今回作成したライブ USB を接続します。ライブ USB をパソコンに挿しましたら、 Ubuntu のインストールを開始していきます。電源オン。電源が入りますとライブ USB ちゃんと生きているとこのような感じでね Ubuntu の開始の仕方の選択が始まります。一番上がトライ Ubuntu with Installing ということでね、インストールしないで Ubuntu を体験するということでね、まず Ubuntu をね初めて使う方はこの一番上を選んでください。今回は Ubuntu のインストールということで、その下の項目 Installing Ubuntu を選択します。それでは Welcome ということで、まずね言語選択画面が出てきます。こちら今回ね日本語に設定します。日本語は一番下の方になっています。続いてキーボードレイアウトなんですけども、こちら基本的にねデフォルトでいいと思います。続いてアップデートとその他のソフトウェアということで、こちらも基本デフォルトでね続けていいかと思います。続いてインストールの種類、ディスクを削除して Ubuntu をインストールということでね、多分ね何も OS が入っていない状態のねパソコンに Ubuntu を入れる方が多いと思うので、ディスクを削除して Ubuntu をインストール、デフォルトでインストールを開始します。ディスクに変更を書き込みますかということで、続けると以下に挙げた変更はディスクに書き込まれますということで、とりあえずね何も入っていないディスクなのでそのまま続けます。どこに住んでいますか、多分これタイムゾーンの話ですね。言語が日本なのでデフォルトでね東京になっています。そのまま続けます。最後にあなたの情報を入力してくださいということで、コンピューター名だったりパスワードの入力を求められます。この辺はお好きなものを入力してください。とりあえず今回はコージということでね、ユーザー名あなたの名前を入力しました。続けます。これが終わるとインストールが開始されます。なんか Ubuntu 最新のものだとね、こういったなんかラッコなのかな、アザラシなのかな、なんかちょっとね可愛いキャラクターがね追加されていますね。以前のバージョンだとこれいなかった気がします。はい、ということでねインストールが完了しました。今すぐ再起動ということでね、今すぐ再起動を行います。ということでインストール完了しました。インストール10分ぐらいで終わってね、思っていたよりねインストール時間短かったです。それではとりあえずねログインします。
ちょっと間違えたんですけど、サインインですね。Windows とかだとインストール終わった後にね、なんか設定画面とか来るんですけども、Ubuntu の場合はね、もうこれでインストールが完了しました。それではね、ちょっとね、Ubuntu 使って遊んでいきたいと思います。それでは動作確認兼ちょっとね、いろいろ遊んでいきます。それでは右クリックを押して端末を開くでね、コマンドから少し操作します。やっぱりね、Linux といったらね、コマンド操作がね、花形じゃないかと思います。このね、コマンド操作できるだけでね、結構ね、仕事なんかね、いっぱいできたりしたりします。まだね、学生さんだとね、こういうコマンド操作を覚えるだけでね、IT 系企業、結構ね、入れるというかね、入る資金もね、低くなるんじゃないかと思います。それでは、LSCPU でね、CPU の状態見たいと思います。CPU なんですけども、インテルセレロン CPU3355 の2GB ということでね、上の方に書いてあるコア数もね、2コアということでね、しっかり2コア見えています。CPU もね、2ということでね、いい感じですね。最大周波数、最小周波数の項目があって、最大が 2.5GHz で、最小が 800MHz ということでね、公式のね、スペックとちょっと違うんですけども、最小が 800MHz ということになっています。Ubuntu で勝手に制御してくれるのかな、このあたりは。続いて、free-g でメモリ容量見ていきます。ちょっとコマンド間違えてました。free-m ですね。g だとギガバイト表記で、m だとメガバイト表記です。メモリのトータル容量が 3.6GB ということでね。ちょっとね、4ギガからね、ちょっと少ない値に見えているんですけども、これがデフォルトです。で、今使っている容量が800メガぐらいなので、ほとんどね、メモリ使っていない感じですね。続いて、コマンドでね、こういってシステムが見えても、ちょっと分かりづらいって方いるかと思うので、分かりやすい画面でね、GUIでね、システムのパフォーマンス見ていきたいと思います。パフォームと入れると、システムモニターがね、表示されます。このような感じで、Windows と同じような感じでね、CPU の使用率、メモリのね、使用スワップとかね、見ることができます。こっちの方がね、まあ見やすいっちゃ見やすいですよね。コマンド打てるとかっこいいんですけども、やっぱり画面の方が見やすいですね。ということで、今回は Linux OS 初心者さんでも使いやすい Ubuntu のライブ USB 作成からインストール手順紹介してきました。最後に少し動作確認ということで、コマンド打ったり、GUIの画面でね、パフォーマンスを見たりしたんですけども、今回使用した Ubuntu 18.04 なんですけども、確か Ubuntu の16ぐらいから、なんか画面がね、今まで GNOME っていうね、GUIの画面だったんですけども、いきなり Unity の画面になっていて、非力なマシンでは動かないぐらいね、処理が重く一時期ね、なっていたんですけども、Ubuntu の 18.04 から今まで通り GNOME というね、GUIに戻って、非力なマシンでもね、スムーズに使うことができるように戻っていました。Linux ということでちょっととっつきにくいなと思ってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、今の Linux、 今回紹介した Ubuntu もそうなんですけども、しっかりね、画面、GUIがありまして、 Mac やね、Windows に慣れている方なら、インターネット用とオフィス用と見た目でね、直感的に操作してね、扱うことができると思います。この動画が参考になった、面白かったという方はチャンネル登録、グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが上がります。またゴールデンウィークということでね、自作 PC 講座ということで、今のところね、2回目まであるんですけども、こちらにね、動画あるので、まだ見ていない方いらしたら、ぜひ見ていってください。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。